上戸彩。上戸彩はその才能とカリスマ性で日本の芸能界を輝かせる女優歌手であるが、彼女のキャリアの始まりは意外にもアイドルグループ Z1 からだった。実は上戸彩は子供の頃からダンスを習い、その実力を磨いていた。小学生の頃からダンススクールに通い、ジャズダンスやヒップホップを学び、ステージでのパフォーマンス力を養った。この努力が実を結び、彼女は1999年に結成されたアイドルグループ Z1 のメンバーに選ばれた。 Z1 は短命に終わったものの、上戸彩の才能はすぐに注目を集め、彼女のソロキャリアへの道を開いた。2000年代初めにはもうすでにドラマや映画でメインキャストを務めるようになり、今日まで多くのヒット作に出演している。上戸彩の成功の裏には、子供の頃から培ったダンスの技術とアイドルグループでの経験が大きく影響している。彼女の多才ぶりは今後もますます光り輝きを増すことであろう。